本気を出して俺を楽しませてくれ。短期の考え方です。よくいろんな実力者さんがやってる短期ですが、ノーダメージ短期は実際敵の攻撃を避けるのにいい練習になります。キャラによって得意不得意がありますが、先制依存症にならないように皆さんも挑戦してみるといいですね。まず短期のおすすめキャラですが、基本的にあなたの推しで練習するのがいいでしょう。おすすめって言ってんだからおすすめしろよカス。だって仕方ないですね。おすすめは神里もしくは A ちゃんですね。 A ちゃんはこの後ピックアップなのでちょうどいいんじゃないかな。神里は特殊ダッシュ持ち、回避フレームはわかりにくいですが無敵時間はちょっとだけ長めです。またほぼ常に氷元素をまとえたり飛行やってる人だけですが、黒剣でも下の時の回復もできます。ダッシュをなすりつけるとスタミナが回復するのもいいですね。 A ちゃんはサポーターながら高い火力を持ち、メイン DPS もこなすことができます。サポーターなので自分をサポートすればいろいろ解決しますね。この点の L に近い何かを感じます。回復はできませんが、爆発の無敵時間をうまく使いこなすことができれば A ちゃん短期も余裕でこなすことができますね。この二人は短期においてはいわゆる初級といった感じです。今背景でもやってますが、デメリット持ちアタッカーの短期は、将軍荒滝はまだしもタオはかなり厳しいものです。こういったキャラはパーチプレイを前提に設計されているので、短期するのはあまりおすすめではありません。今も何度か被弾して体力ギリギリです。先生に頼ってたら、第二形態で負けてたでしょうね。回避を練習する。それが、バフでバフを維持して敵をより簡単に殲滅するための答えになります。勝ちました。まあ小短期は結構有名ですよね。耐久力が低く、操作の癖が強いクレイはどうでしょうか。負けてしまいました。育成が全然足りないのもありますが、回避しにくいモーションと低い耐久力、非常に連動が必要なキャラです。それでは、ここみを連れて行ってみましょう。海染めは外した、完全サポート型です。歯医者に優しいからね。ご安心を。よいしょ。逃げ足が速いようだね。被弾しました。ですが、ここみがいるおかげで一瞬でリカバリーができます。加えて、水付与から蒸発を狙うことも可能です。余裕で勝てました。短期の難しいキャラは、ペアで行くというのも選択肢です。これがいわゆる100人一気に繋がるわけですね。ぜひ皆さんの推しでも練習してみてはいかがでしょう。本編は終わりです。ご視聴ありがとうございました。まあ当然この流れならおまけもあるんですけど、フレンズと一緒に無効元素縛りのボスラッシュをやりました。ちなみに元素耐性が高いだけのボスも対象です。旧東とかただの耐久戦なのくさ。この瞬間、お前は永遠を死ぬ。雪を前。神里流。消滅。Yeah.
後のやつは録画残ってませんでした。すみません。以上です。パワー。